川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。今日は第24回をお届けします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は6月でどんな天気でしょうね、皆さんのところは。そうですね、うん、梅雨がまだまだという感じでしょうか。続いてますかね。今年の梅雨はどうですかね。さあ、ということで、前々回前回と光シリーズだったんですが、まだまだ先生お話できそうなので、ね、僕も常々お話伺ってながらまだ分かっていないところなの で、その辺も含めてなんですけども、光、まあ、前回右回り左回りの話もありましたが、色？そうですね、まあ、早川君とのやり取りはその場でアドリブでやるの で台本がないので、非常に皆さんにはちょっとなんか分かってもらえない部分があるかも分かりません。いきなり入ってくるから、早川君の質問がとてもいいのでね、私も一生懸命考えながら皆さんにお答えしてるんですけども、光、何ね、色でしたよね。色ですね、いつも、うん、ちょっとこう質問していいですか。はい、こう太陽の色っていうのはどんな色、どんな白とか透明とかいうとどんな色に感じます？なんか実際は透明なのかもしれないけど、なんか白っぽい、白と表現しますよね、感じしますよね。本当は白い透明、まあ透明ですね、太陽色、白光っていう感じですよね。はい、だからそれはこう見えないんですよね、白ですよね。はい、見えないですね。ところがそれがこう当たると、こう色に当たるとボールペンの色もこれもそれ赤くなったりしますよね。ああ、確かに。で、それをプリズムで分析すると、どんな色になりますかね。プリズムで分析すると虹？うん、七色になるじゃないですか。ですよね、つまり七色になりますよね。紫あったり赤があったり黄色があったり。白だけじゃない。ということは、こう本当は光は七色以上の色を持っているということですよね。確かに。そこにはそれぞれのエネルギーがありますよね。うん、ピンクのエネルギー、紫のエネルギー、ブルーのエネルギー、それを受け取ったものが、草はそのグリーンをだけ反射してるんでしょうね、おそらく。そしてピンクの花はそれをそれだけしてるんでしょうね。で、黄色もそうだと思うんですよね。すべて白いエネルギーから、白い光から生じてるってことに気がついてください。うんうんうん、そうか、考えたこともなかったですね。うん、うん、なんか何でもない色っていうのはすべての色を含んでるんですよ。そうか、逆に言えば、はい、全ての欲求を含むと透明になれるんですよ。全ての欲求を含むと透明。ピンクとか赤とか欲望、はい、そう、欲望に例えるとね。はい。うん。だからそれが純粋であれば透明になるんですよ。うんうんうん、うん。それがこう純粋でなくて個人的な欲になると、絵の具を混ぜると何色になりますかね。絵の具だと。全部混ぜると黒？黒かグレーになってしまうんですよね、はいはい。それは欲が入るとその色になるんですよ。うん。個人的な、こう、自分の野望とか欲望が入ると。はいはい、うん、だから、心の濁った人たちは、絵の具の色を混ぜているようなもんなんですね。だから、その人のそばに行くと、濁りを感じるっていう表現するじゃないですか。はいはいはい。というか、私とは言いませんよ。私たちのように、人を救ってあげたいとか、善意を持って接してあげたいとか、この人にこう、何か喜びを与えたいと思うような、ちょっと透明感っていう言葉があるような、ものを持った人間の色って言います。欲っていうのは、それはピンクであっても、黄色であっても、安らぎを与えることができるんですよ。うんうん、だから、絵の具と光の違いみたいなもんなんですよね。うんうんうん、もう少し言うとですね、はい、質問してもらっていいんですけど、はい、どうぞどうぞ。もう少し言うと、だから欲を持ったものは絵の具の色、エネルギーみたいなもんで、はいはい、で、相手を救う、善意のエネルギーというのは、透明感あるエネルギーみたいなもんで、うんうん、でそれを混ぜると、太陽の色のように透明になるっていうことなんですね。はい、だから太陽の色には非常に人を救うとか透明感あるものとか、うん、そういう知恵とか意識がいっぱい入ってるっていうことなんですよね。うん、でもそれのが分かりにくいんですよね。光、絵の具の方が分かりやすいんですよ。そうですね。だから人はみんなエネルギー、色の、絵の具のエネルギーに、うん、なんか引きつられていくけども、うん。でも全部こう今の話でいくと、何か、まあ、欲望とかだと、特に自分がみたいな欲望だと濁っていくというのはわかるんですけど、やはり虹もそうですけど、
全部の色が混ざると無色になるというんですけど、その色一つ一つには欲があっちゃいけないってことなんですか？欲があるということで、まあ、その中に個人の欲があると同じピンクでも変なピンクになってしまうし、うん、同じ、あの、欲がなければ相手を救いたい、相手を安らぎにあげるという母親の愛の色になってきますよね。あ、そこの違いか。うん。だから、それをこう、築くかどうか。で、まあ、それが僕の言うように、みんなが透明な、透明に綺麗になりなさいとは言いませんけれども、まあ、多少の人間の欲、肉体と欲望があるので、我々は濁る、濁ってはしまいますよね。やっぱ個人の人間の肉体というのはあるからですね。これを消すことはできないから。それを決して否定するわけではありませんけれども、そればっかりだと、やっぱり、だんだん苦しみの世界に入ってくるというか、嫌な思いとか、辛さとか、悲しみとか、鬱とか、なんか病気という形で出てくるんですよね。だから僕はそこをこう救ってあげたいなと思ってるんですね。でも実際こう先生と出会わせていただいて、まだそれこそ1年も経ってないですけど、なんか思ったのがまさに先生その多分透明な方だと思うんですけど、いい意味でなんですけど、いわゆるその透明とかっていうイメージだけを最初に考えると、本当にもうなんだろうな。要はもう何もない無の人。みたいな感じを受けたんですけど、先生がさっきの話に納得して、その2、透明は全部の色が入ってるとおっしゃったので、あの、先生をこう僕が表するのもちょっと恐縮なんですけど、先生も、いわゆる無色ではなく、そうそう、なんかいろんなもの持ってらっしゃるじゃないですか。でもトータルで見ると確かに透明みたいな。うん、だから、いろんな人を救うことができるんですよ。うんうんうん、特定の欲求を持つと、特定の人しか、同じ欲の人しか救えないんですよ。うんうんうん、逆に、そういう意味では全てを持ってていいっていうことですね。そうですね。まあ、持つことはほとんどできないけれども、うん、その逆光を持ってた人たちがキリストであり、それからブッダであり、うん、マホメテだったんでしょうね。だから、あなたたちの、絵には必ずこう、こう書いて、写真があって、逆光を書いてありますよね。で、彼らは、彼らという言葉をおごそかで申し訳ないです。あの方たちは、逆光を持って、多くの人を救うことができる人たち、うん、はい、それを表現されてるんだと思いますけどね。僕らもまあ、できる限り逆境に近いっていうものを持つって言いますかね。だからその中で、まあ、今日のテーマは、色を持ってくる。色で光、人に送るときは、色を持ってくださいってさっき言ってたんですね。はいはい。言ってましたよね。人を救うときは、僕、できる限り、対立とかなんとかだったら、女性はどの色が好きですかね。女性。女の人っていうのは、なんかでもピンクとかですか？ピンクが好きですよね。なんかイメージでは。うん。で、あれは正解なんですね。ピンクっていうのはすごいこう、相手の心を優しくする色なんですよ。うん、激しくはなんないですよね。うん、それも変なピンクは、こう、相手の、なんて、性欲を立てる感じますけど。確かに。それは愛につながるからですね。うん、で愛はこう、まあ性欲につながることはあるけど、それを抜けた人間愛っていうのがあると思うんですね。うん、こう、性欲化を外した人間愛っていうのがあると思います、はい。それは非常に母親の体内と同じような色っていうのがいた時の色、感情なんですよね、はい。だから母親の体内にいた時は守られてますよね。うん、他な何がありましたか、言葉で言えば。母親の体内にいた時、思い出す。守られている、なんか、まあ安らいという安らい安心感。自由もありますよね。甘えられる。はい、甘えもありますね。許してくれる。うん、から保護してくれる、うん、からずっと前を見つめてるよっていう子、うん、なんかね、安心感とか包まれてる、大事な子っていう愛しさがっていう伝、うん、そういうものがありますよね、はい。だからそれがピンクの色なんですよ。なるほど、確かにそうですね。でもそうだとは今更ですか、本当に色ってなんか一般的に感じるものありますよね。赤だともっときつい感じあるし、うん、なんか緑だと落ち着くし、水色なんかもそうですよね。そういう意味で、早川くんが気がついてくれたように、人に送るときは、はっきりとした意識を持って、色で送ると、相手をもっと安らいだり、和らげたりすることができるっていうことを今日はテーマにしたかったんですよね。うんうん、そういう意味では、ね、まあ、復讐にもなるかもしれないですけど、すごい、なんか人間関係で嫌いな相手とかには、まあ、ケースバイケースなのかもしれないですけど、何色が、やっぱりそういう優しい色の方がいい。まあ、ケースバイケースですけども、だいたいピンク色、対立と、いや、嫌悪感っていうのはピンク色で溶けていくことができる。
だから、プリズムを買って一度こうやって、いいね、この色を出してみるといいですよね。うんうんうん、プリズムを買ってきて太陽の時に言ったら、はい、あ、この色なんだっていうことです。うんうんうん、で、この友達にはこのグリーンを送ってみようとか、ブルーを送ってみようとかやってみると、いろいろ面白いと思いますね。黄色を送ってみようとか。そうですね。ちょっとプリズムを購入してみたいと思います。うん、ぜひ、はい。皆さんもぜひやってみてください。そうですね。私の話は絶対納得がいくと思いますよ。いや、本当にそう思います。あのね、光の話も出ましたので、また近々ですけれども、次回かその次あたりですね。ね、瞑想でもよく先生光の話してますので、その辺の、体験もこの番組で皆さんにしていただきたいと思います。番組では北川先生への質問を募集しております。メールアドレス、kitagawa@kiktas.jp、kitagawa@kiq、アルファベットの Q、tas.jp、もしくは、北川八郎公式ホームページよりお寄せください。今日は第24回をお届けしました。北川先生、ありがとうございました。ありがとうございました。